ルディとモヤノビッチは元 NBA のバスケットボール選手で引退後は指導者となる。ニックネームはルディ・ティー。アメリカ合衆国ミシュガン州ハムトランク生まれ。身長203センチメートル、体重99キログラム。ポジションはパワーフォワード。ヘッドコーチとして1994年、1995年にヒューストンド・ドケッツを優勝に導く。 ミシガン大学時代1967年からミシガン大学で3シーズンプレーした後、1970年の NBA ドラフト2位でサンディエゴロケッツに指名される。71年ヒューストンで迎えた最初の試合で28得点17リバウンドを記録。以後ロケッツのスター選手になる。平均17.4得点、通算得点13,383得点。 平均8.1リバウンド、通算6198リバウンド、FG 成功率、501、オールスターゲームには1974から1977年、1979年、出場。プロ生活1970から1981年。背番号45は、ロケッツで永久欠番となる。ロケッツでスカウトを2年。 アシスタントを9年経験して、ロケッツの1991から92シーズン中、残り30試合で、ドン・チェーニーの後を受けて、ヘッドコーチに就任した。就任後、アキーム・オラジュワンのトレードを思いとどめて、インサイドはオラジュワンに、アウトサイドは3ポイントシューターに徹底させる戦術で1994、1995年に、ロケッツは NBA ファイナルに連覇を経験した。 チーム史上初の優勝経験だった。ロケッツのヘッドコーチは1992から2003年まで務めて503勝397敗、勝率559を記録。プレーオフでは51勝39敗、勝率567だった。1998年バスケットボール世界選手権代表チームのヘッドコーチに就任する。 ロックアウトで NBA 選手が参加せず CBA の選手を中心に銅メダルを獲得。2004から5年にはロサンゼルスレイカーズのヘッドコーチを務めるが41試合後に健康状態の問題のため辞任。その後はレイカーズのスカウトやコンサルタントに転身。2016から17シーズン終了後に退任した。ありがとうございます。